今回は20年ほど前よりジェットセットをご愛顧いただいている、三菱社の、ヘビーユーザー様でございます。最初に、お伺いいただいた時は、他社で装着をされたレカロシートの、セッティングの見直しなどの作業を行ったというお客様からの、報告がございました。その後2度ほど、新規のシートをお求めいただき、今回は3度目の装着業務を承りました。現行の、綺麗なモデルの装着でございます。はい、かけてみてください。頭気をつけてね。で、すでにスタンダードよりもちょっと後ろ高めにはなっております。で、リクライニングちょっといじってみて、左手右手どっちでも OK です。あとチルトハンドルをちょっといじってみたり、あればチルトじゃないんだよ、ないんだ。で、手短に言っちゃうと、前後ろ13ミリ上げるのは可能、前後ろ13ミリ下げるのも可能、もうちょい上がった方がいいか。そうだね、もうちょいかな。ね、じゃあもう一コマ上げてもらおうか、うん、ちょっと待っててね、頭気をつけてね。これで先ほどより約13ミリ。ご機嫌でしょ。最高。ご機嫌でしょ。もう一つこれなら前でもいいな。そんな感じですかね。最高っす。わかりました。じゃあこれで本工程、助手席も同じようにしとこうかな。うん、整ってますんで、あとは位置変えるだけですから。はい、じゃあ助手席も同じように、はい、じゃあこれで本固定します。はい、ありがとう。お世話さんでした。ナンバー消しとくのでサイトで使ってね。ありがとう。ということで、最初にお越しいただいてからは20年ほど経ってはおりますが、こちらの用意するシートの高さ角度の設定にはいつも満足の、ご様子でございます。車の運転で腰痛を感じているお客様はぜひジェットセットにアクセスをお願いいたします。